最後は野生の王国へ潜入。那須に来たらこちらも外せません、那須サファリパークです。入り口から迫力ありますね。パーク内には50種類500の動物たちが暮らしていて、自家用車やレンタカー、ライオンバスで動物たちを見学することができます。いよいよパークの中に、わあドキドキしますね。こちらホワイトライオンです。うわ大きいですね。ベンガルトラですね。うわすごい、寝てる姿が癒されます。余裕を見せる大久保さん、しかし草食動物の餌やりエリアでは、鹿の奥にいる角動物ですね、こちらロバなんですけれども、はい、このロバの方は前歯がしっかり、ま、前上下に、あはい近い近い、したら地面に転がして餌をあげてください、はい、これは確かは近く、鹿は手で直接あげて大丈夫、はい、これでわーごめんなさい、ごめんねじゃごめんね、あすごいすごいすごい、ロバは手で直接ではなく、はい、あの口の中に投げ入れるか、はい、地面に転がしてください。ごめんね喧嘩しちゃった、真ん中の人にあげたい、どうしよう、おすごい緊張します。この一番左がロバですよね、はい、ちょっと開けすぎちゃったかもしれないちょっと待ってくださいね、 ロバどうすればいいですか。ロバはですね、あの噛むかもしれないので、はい、あの地面にコロッとじゃあロバしてあげてください。ロバさんちょっと歯大きいよあどうすればいいですか。これ口開けた状態だったら、あの投げ入れても多分食べてくれます。OK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 
ました、できました。こんな近い、おもう車内に入ってきてますよ。どんどん行きますか。ちょっと変な汗がすごい出てきちゃいました。楽しい大丈夫ですかね今。ちょっと怖いちょっと閉めますね。うわ、那須サファリパーク、大久保さん餌やりにもだいぶ慣れてきました。やったー、どうぞ。とここでやったやった、アメリカバイソンですね。大きいですね。映画でしか見たことないような。来てくれるかな、こっち。ちょっと気まぐれなので、はいはいはい、来てくれたらラッキーです。本当ですか、はい、ラッキー、はい、ちょっとここで運を使いたいですね。歌ったら来てくれるかな。バイソン、バイソン、こっちへおいで。バイソン、バイソン、こっちへおいで。バイソン、バイソンけどこっちは見てますからね。あ、今ちょっと来てます。バイソン、私の歌声に来てくれたの。バイソン来た、やめてみてください。来た、バイソン来た。うわー、大きなお口。あ、ごめんな、ふんが。すごい感動、ベロンってしました。はい、ベロンって、黒い舌がベロンって、すごい。続いてはゾウライドへ。準備しておくこととかありますか。そうですね、まずゾウの背中、高いところに乗る心の準備、はい、あと歩いてる間特殊な揺れ方をするので、うん、揺れ具合ですね、お楽しみいただければと思います。柔らかい感じがしますね。え、とっても高いですね。高い、うわー、揺れる。独特な揺れってこういうことなんですね。なんかのっしのっしのっしと歩いてる感じが全身に伝わってきますけれども、取れてます大丈夫。動物もたくさんいますよ。さっきは目の前で見てたのに、なんか上から見るとまた新鮮な景色です。戻ってきました。うわ、もうとっても楽しかったです。初
めての感覚、腹筋に来るようなドシンドスンという揺れがとっても楽しかったし、動物たちを上から見下ろすのは初めての経験でした。パークを楽しんだ後はお土産も、ふわふわのぬいぐるみやかわいいクッキー、 T シャツなどもありますよ。この夏休み、野生の王国に潜入してみては。